De l'extrême droite n'est pas écarté.
まあ、難民問題、テロと、募集されてますけれども、そのある意味今後を占う一つ の資料になるニュースだったと思いますので、じゃこれが何を意味するのか、でこの後、まあ、もう少し先ですけれども、フランス大統領選もありますし、はい、まあ、アメリカではアメリカの大統領選